tell him that I'm gonna knock him spark out. I'm gonna knock his spark out. Relax, relax, baby. You relax. You might get knocked out. 圧倒的 KO 劇、規格外のパワー、派手な入場パフォーマンス、唯一無二のリングイン、さらにダンス。こんな選手知らないなら損してる。悪魔王子プリンスナズィーム・ハメ。この動画ではナズィーム・ハメドがどれほど特別なボクサーだったのかを素人でも分かりやすく分析します。チャンネルの登録ボタンをスマッシュして見ていきましょう。ガードが下がった状態からハメッドは下から上に上がるジャブを打って、相手はパーリングします。ハメッドはまた下からジャブを打つ動きを見せて、相手はもう一度パーリングで防御をしようとしますが、これは大間違いでした。フェイントに引っかかって真ん中を守ろうとする相手に対して、ハメッドはパーリングを回っていく左フックを顎にクリーンヒットし、効果的なダメージを与えます。足に力が抜けた相手は落ちていき、ハメッドはダウンを取ったと思ってダンスで祝います。だけど相手は立ち上がるので、レフリーはダウンとして認めませんでした。それに気づいたハメッドはすぐにファイトモードに戻ります。構えをオーソドックスからサウスポーに変えながら、前進する相手から距離を取ってサウスポーに入った瞬間に後ろの足から蹴って、体ごと飛び込んで右フックをスマッシュして相手を吹き飛ばします。今回は間違いなくダウンです。わずかの5秒のシーンでハメッドは技術、ショーマンシップ、圧倒的な KO パワーを見せています。今回ハメッドは普段のサウスポーに入っています。オーソドックスの相手はハメッドのリードハンドを叩き落としに行きますが、ハメッドは自分からリードハンドを外側に動かして、相手の攻めに合わせて右フックをヒットします。素晴らしいテクニックです。だけど実は足もすごい技術を使っています。他の角度から見ていきましょう。ハメッドの前足に注目してください。バックプラス外側にステップしながらフックを打ちます。このステップをすることによってハメッドの頭も移動しているので、相手のパンチはクリーンヒットしませんでした。ここからハメッドは超パワフルのパンチで相手を倒しますけど、皆さんにハメッドのパンチよりも足に注目してほしいです。今ハメッドの重心は左足に乗っています。ここから体重を右足に移動しながら左フックを打ちます。全体重が乗ったフックです。パンチの衝撃があまりにもすごかったので相手は飛んでいきます。そして最後のショーマンシップはハメードの特別ボーナスです。ユニークなフットワークで角度を取って体重移動でパワーを発揮するスキルの上に、ハメッドは見る力と抜群のタイミングを持っています。ハメッドはガードを下げて来いよと挑発します。相手はボディストレートを打って、ハメッドはリーンバックでそれを外しフックをかぶせながら回って、このジャブも避けています。まっすぐ突っ込んでくる相手に対してガードを上げるよりもノーガードの状態をキープして攻撃を避けるハメッドの見る力はトップレベルです。次、ハメッドの抜群のタイミングを見ましょう。ここで相手は以前のように突っ込んでいくよりもフェイントを仕掛けてハメッドの反応を見ます。ハメッドは距離を取ります。攻めると距離を取られると考えた相手はハメッドに向かって前進します。今回ハメッドは下がるよりも相手が前にステップするタイミングに合わせて自分から前プラス外側にステップして左ストレートをスマッシュしました。抜群のタイミングです。
後ろに飛んでいく相手を見ると分かると思いますが、パンチにかなりのインパクトがあります。そしてまたハメドはショーマンシップを見せます。相手を倒した直後にこのような演出をするのは生意気、またはディスリスペクト取り入れる方はいると思いますが、好き嫌い関係なくハメドの実力は本物です。ハメドはガードを下げてパンチを誘って、相手がジャブを打つとハメドはスリッピングで外します。ここから U の字を書くように頭を移動して、この体勢からいきなり飛び上がりながら右アッパーをガードの隙間に入れます。クリーンヒットです。そして今回もオーソドックスの相手に対して外側を取ってます。サウスポー対オーソドックスの戦いでは外側を取るのが重要だと全員のボクサーは知ってますけど、実は忠実に外側を取るボクサーは少ないです。ハメッドは相手を舐めてるような戦い方をしますが、ボクシングの基本をしっかり意識して戦ってるのが分かります。アッパーを食らった後、相手は腕を挟んでグローブを掴むので、右足で深くステップインしてるハメッドは左手で押し返して相手のバランスを崩します。その後ハメッドは腰を振ってジャブを打ち、顔を出して相手を挑発します。ここで相手はジャブを出しますが、ハメッドはスウェーで避けます。そして避けた後にまた顔を出して、今度は相手に話しかけていきます。見てください、この顔、これは殴らないわけにはいかないよね。そう感じた相手は我慢できずジャブを出します。ハメッドはそれを待っていました。スリッピングしながら左フックをヒットし、それから右から左につなげて、最後に右アッパーを打ちます。全部クリーンヒットしていないし、ガードでブロッキングされているパンチもありますけど、ハメッドのパワーは一流です。ガードの上から効かせられるパンチ力を持っているので、相手のガードはガードになりませんでした。見た目的にハメッドはヒョロヒョロしてますけど、見た目で相手を判断すると痛い目に遭うのは時間の問題です。ハメッドはガードが下がった状態から左右にステップしながら前進して相手のパンチを誘います。カウンターを狙ってると警戒してる相手はなかなかパンチを当てに行きません。深追いをしたくないので軽い捨てジャブを出しながら下がります。ただこのまま下がり続けるとロープに詰められてしまうので左側に回ります。ここでハメッドの動きを見てください。両足を入れ替える動きで構えをオーソドックスからサウスポーに変えます。相手はこのステップに気づいてないけど、気づいてるのはハメッドの顔が近寄っていることです。なのでもう一度捨てジャブを出します。ハメッドはこのチャンスを掴んで両足で踏み込みながら右フックをヒットして相手をワンパンチで倒しました。ハメッドは間違いなくパウンフォーパウン最もハードパンチャーの一人です。このシーンでハメッドが見せているフットワークとタイミングは努力で身につけられるスキルかもしれないけど、この圧倒的なパワーはいくらトレーニングしても獲得できない特徴です。もう一度言いますけど、ハメッドのパワーは一流です。もしかしたらこれはボクシング史上最速のダウンかもしれません。皆さんはどう思いますか？コメントでお知らせください。相手がハメッドのスピードに反応しきれなかったように見えますけど、実はそうではありません。ゆっくり見ていきましょう。ゴングを待つハメッドは踊ります。そして試合が始まるとリングのセンターに向かって歩きます。ここで右を下げて肩の動きを見せます。これはフェイントです。相手がそれに反応してガードを下げると、ハメッドはガードを回っていくフックをクリーンヒットして相手をキャンバスに沈めました。最初のシーンでも見ましたけど、
ハメッドはスピードに頼ってただ踏み込んでいくよりもフェイントを仕掛けてから KO パンチを当てているのです。だけどこのシーンでハメッドが使った技術はこのフェイントだけではありません。優れたフットワークを利用して普通に強烈なパンチをさらにインパクトアップしました。他の角度から見ていきましょう。後ろの足に注目してください。ここでフェイントを仕掛けて後ろの足から蹴って左に移動しながら右フックを打っています。フックと同じ方向に全身を移動しているので全体重が乗った超強烈なパワーパンチになっています。これをもろに受けた相手はヘビ級のパンチを食らったかのように飛ばされています。ファミリータイムのおすすめオッズを紹介する企画を始めました。激アツオッズ、自信を持って予測を当てられる激アツオッズを見つけたらそれを皆さんに紹介する企画です。この企画を始めてから的中率 100% です。ロマチェンコ vs デヴィン・ヘイニー、これは判定決着になります。朝倉海 vs 元谷優希、朝倉海選手は下から上がる攻撃を合わせると僕は予想しております。朝倉未来と牛久の対戦になると朝倉未来の判定勝ちを予想します。概要欄に貼ってある特別 URL からオンラインブックメーカーをアクセスすると10ドルのフリーベットプレゼントをゲットすることができます。 Check it out!